語です。ウルトラマンの新テレビシリーズウルトラマントリガーニュージェネレーションティガが発表されました。2021年7月10日土曜日朝9時放送スタートのようです。ウルトラマンティガから25年、ティガの原点を踏襲した令和なウルトラマンティガといえる全く新しい物語のようです。そんなわけで詳しい内容はわかりませんが、続編というよりリブートな気がします。しかし新作もいいけどファンはティガを見たいんだよ。そういえば映画版のラストで主人公の第5隊員とヒロインのレナ隊員のキスシーンが濃厚でびっくりしたことあったわ。大人になった今見てもそう思うのかな。気になる、見たい。この機会にサブスク解禁か公式 YouTube チャンネルで配信を。この写真は大阪の枚方パークで開催されてた展示会特撮の DNA ウルトラマンで撮ったものです。ティガかっこいい。あ、ウルトラマントリガーメイン監督が女性の足を美しく撮ることに定評がある坂本浩一監督なので、足がセクシーなヒロインが出演の可能性が大です。ではではまた。